ダイは、鈴木目鈴木亜目大化に属する魚類、食用に漁獲される、生鮮魚介類として流通する場合などには、レンコダイの名称も用いられ、また、単にレンコとも称される。釣り人や漁業関係者には、レンコダイの方が通用しやすい。このほか地方名として、花折れ大、古イ、メンコダイ、バジロ、ベンコ大、赤目、ハジロ、バンジロ、メッキなどもある。体は、 川平たした楕円型で、体色が赤っぽい典型的な体の仲間である。全長40センチメートルに達するが、20から30センチメートル程度が多く、マダイや時代より小さい。体には青い小斑点がなく、全体的な体色は朱色を帯びる。目から尾行、上顎にかけてが黄色で、背びれに沿って三体の淡い黄色斑もある。機体の名称はここに由来する。また、 マダイやチダイに比べて尾光周辺が凹み、口が前方に突き出る。キダイを呼びその近縁種の葉はすべて円錐状に尖り、球史がない点で他の耐火魚類と区別できる。耐火の分類上では、キダイ赤、デンティシニーという分類群が設定されている。本州中部以南からオーストラリアまでの西太平洋に分布するが、南西諸島沿岸には分布しない。 主に沖合から大陸方周辺の水深50から200メートルの海底付近に生息する。マダイなどと違って海岸付近には生息せず、瀬戸内海のような内海には見られない。群れを好み海底付近を泳ぐ。食性は肉食性で小魚、甲殻類、糖足類などを捕食する。産卵期は初夏と秋で分離浮き製卵を産卵する。なお一部のメスは 姿生戦熟の性転換を行うことが知られ、5歳を超えた大型個体では、オスが多くなる。群れを作るために、底引き網やハエ縄で漁獲されやすい。別名、蓮古代はハエ縄で、次々と連なって漁獲されるようにちなんでいる。特に、日本海西部や東、シナ海の沖合漁業では、重要種の一つに挙げられていて、資源量も比較的安定している。 釣りで漁獲されることもあるが狙って釣る人は少なく、マダイ、アマダイ、イトヨリダイ、ヒラメなどを沖合の底物の下道として上がる。マダイより安価に流通するが身が柔らかく癖のない、美味である。また、沖合の底引き網で上がるものは消費者の手に渡るまで、時間がかかるため、鮮度的な理由から刺身よりも、塩焼きなどにされることが多い。結婚式などで供される小ぶりの塩焼きの鯛は、 ほとんど機材が用いられる。他にも水物、煮付け、唐揚げ、南蛮漬けなど様々な料理に用いられる。食料として見た場合、機材の体内に含まれる微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省は、機材を妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、 一回に食べる量を約8 0ムとした場合、機大の接触は週に2回までを目安としている。キビレアカレンコデンテックス SP、和明通り背びれや胸びれが黄色を帯びる。天み群島以南の琉球列島沿岸に分布し、機大とは明らかに分布域が異なる。当初沿岸の水深50から100メートルほどの斜面に生息する。沖縄本島では、深谷ジクと呼ばれる。ありがとうございます。